よろしくお願いします。今左からこれ、右チャリ何で、丸一、武蔵君が泳いだ時間は敏夫君が泳いだ時間の5分の3倍でした。武蔵君の方が早かったかな。丸で使っちゃっていいかな。なる。やっぱり敏夫君と武蔵君の時間の話だった。で、丸二、武蔵君が自転車を漕いだ時間は敏夫君が自転車を漕いだ時間の4分の5倍でした。今度は武蔵君の方が時間かかるんだよね。で、敏夫君は武蔵君より10分長く走りました。武蔵君を、ね、1三角とかにしたら、敏夫君は1三角プラス10分ってことになります。で、敏夫君はスタートしてから2時間10分後に武蔵君に追いつきました。でもね、ここまでが4時間。240分だ。ここら辺かな。2時間10分。130。で、そしたら、はい、前ちょっと忘れて。ちょっとここからここまでで考える。え、実際ここからここまでで考えてます。こことここってさ、5対4だよ。こことここが5対4だよ。こことここも5対4だよ。それで考える。ちょっとこっちだけを。何がですか？ここを4としちゃう。で、ここだけで、何かって、5ダイヤと1三角で、で4ダイヤと1三角足す10で110でしょ。それで出そうじゃない。1ダイヤ30分か。違うね。違うの？なんで1ダイヤ30分じゃないの？ああ、嘘10分だ。10分だよね。これイコールこれでやれば1ダイヤ10分だよね。それぐらいわかる。さすが。1ダイヤが10分で出ました。で、まあ、これでカッコ1が解けちゃうんだけど、あ、ちなみに1三角は1三角はね、60。1三角60ってことで、敏夫君が走ったやつは70っていうので出るんです。とりあえず、ドイツね。さあ、行くぞ。で、そしたら、丸と四角の方。これ足すこれがこれ。これ足すこれがこれ。じゃあどっち出したい？そしたら？じゃあ丸これ。5倍、3倍。一緒ですね。そうだね。はい、5倍、3倍したら。はい、いざ、わかりますか？四角13が260、四角1は20。で、はい、丸は？丸は、一番上に戻す。そうするよ。じゃあね、10。10、そうだね。丸1は10分。10分。で、さっきだけ考えると、ここが30分だよね。50じゃない。ここよ。1三角な。60。ここ150だよ。60だよね。四角と五ダイヤ切別よ。分けて考えてるよ、ここ。150分。合計これで4時間だ。240か。で、そしたらこれキロメートル毎時にする方が楽。だこれは一番左から2倍したら1時間になるでしょ。だから3キロだよね。で、次が16。最後、終わり。1時間だから終わり。